市修二の四日市向上委員会。皆さんこんにちは。四日市市議会議員の谷口修二です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。以前動画で空き家、将来的に3軒に1軒が空き家になってしまうかもっていうね、空き家問題深刻ですよっていうのをお話をさせていただきました。じゃあ四日市はどんな対策をしているのか、今日はこの四日市の空き家対策についてお伝えをしたいと思います。実は四日市かなり積極的にこの空き家対策を行っております。では行ってみましょう。では今日の目次になります。まず一つ目、四日市の空き家対策について。そして二つ目、空き家空き地バンクを活用しよう、この制度のいいところは。そして三つ目、空き家空き地バンクの問題点。そして4つ目、最後にまとめになります。ではまず1つ目の四日市の空き家対策についてですが、四日市の中ではこの空き家問題非常に課題として捉えてますので、たくさんの程度対策を行っておりますので、その中から今日は主だったものを皆さんに紹介をしたいと思います。まず代表的なところで空き家空き地バンク登録奨励金制度になります。そもそもこの空き家空き地バンクって何ですかっていうことなんですけど、空き家とか空き地を貸したいとか売りたいっていう方に対して、これを買いたい借りたいっていう方の、マッチングを市のホームページで情報提供をして行っていくという制度になります。空き家空き地バンクに登録すると2万円、そして制約時にはさらに2万円というのが支給される奨励金制度になります。実はこれ以前は空き家だけだったんですけども、最近これ空き地も該当登録できるようになりましたので、ぜひご活用いただければと思います。続いて2つ目は四日市旧耐震空き家除去促進補助金になります。これはですね、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されて、で1年以上居住していない空き家、この空き家を除去してその土地をこの空き家空き地バンクに登録した際にもらえる補助金になります。この補助内容としては、その空き家を撤去する費用、これ20万円が補助金として支給されることになります。これは古い空き家を除去する補助金を出して、その後の土地のね、活用を図っていこうという制度になります。続きまして3つ目、四日市市インスペクション補助金になります。このインスペクションっていうのは建物の状況調査になります。空き家空き地バンクに登録する際にこのインスペクション、建物調査を行うことによって上限8万円まで、補助を出すということになります。こういった安全性を担保されていることによって売れやすくなったりとか、借りやすくなるということになるんです。最後4つ目が子育て世帯住み替え促進事業になります。子育て世帯や若年夫婦の中古住宅の取得、あと親世帯との同居、または近居、近くに住むことを促進する事業になります。この事業にはちょっと私も思い入れがありますので、少し詳しく説明をしたいと思います。まずこの事業の対象者ですけど、一つが子育て世帯、そしてもう一つが若年夫婦で、夫婦いずれかどちらかが40歳未満の夫婦世帯、そして3つ目が市外からの転入者、そして4つ目が市内賃貸住宅からの転居者ということになります。ではどういった支援があるのかというと、1つ目、一戸建ての中古空き家住宅を取得する際にその費用が支援されます。その支援の費用なんですけども、これは固定資産税相当額2年分のですね、20万円となります。これただ気をつけていただきたいのが、郊外住宅団地とあとは規制住宅地が対象となりますので、そこはお気をつけください。さらにですね、親世帯と近居することによってこの支援の費用っていうのが倍になります。ですので固定資産税相当額の4年分、最大40万円までが、費用として支援がされることになります。この対象は市内全域が対象になりますので、そこもまたお気をつけいただければと思います。支援3としてはですね、親世帯と同居するなら暮らしやすくするためにリフォーム費用3分の1
最大50万円補助するということになります。これさらにですよ、隣の土地を取得してもっとゆったりとこう3世代の暮らしをしたいっていう方には隣の土地の取得費用、この手続きの2分の1、30万円が補助されるということになるんです。そうなんです、こんな風に四日市市でもね、この子育て世帯の住み替え促進事業に力を入れておりまして、充実した補助制度も作っております。答えは4番の38校でした。ちなみに現在1校減って37校です。では2つ目、空き家空き地バンクを活用しよう、この制度のいいところは少しお伝えをしたいと思います。これまで話してきたように空き家を取得するにはいろいろな補助っていうのもありまして、家を新築するよりもはるかに手軽にですね、住宅を取得することができるんです。またですね、この空き家空き地バンクは市が運営しておりますので、不動産に対するトラブルであったりとか騙されたりとかぼったくられたりとかね、そういったことも一切ありませんので、安心して活用していただけるかと思います。提携している業者さんも安心できるところばかりですので、ぜひ活用いただければと思います。特にですね、この空き家とか空き地を、売りたいとか買いたいとか、過去にもなんかいろんなトラブルがあったっていうね、ニュースも聞いたことありますので、ぜひ公共がしっかりと運営する空き家空き地バンク活用して取引していただければと思います。このなかなか素人の目では相場っていうのが、理解できませんので、この空き地バンク空き家バンクっていうのをね、活用いただければと思います。ぜひ一度ホームページ見ていただければと思います。続いて3つ目、空き家空き地バンクの問題点です。ここまで四日市の取り組みとして空き家空き地バンクぜひ活用してくださいっていうことでね、熱く語ってきたところではあるんですが、ただ残念なことに今この四日市の空き地空き家バンク登録件数がなんと2件しかないんです。いい制度だと思うんですけども、なかなか紹介の物件件数が増えてこないっていうのが大きな問題なんです。まずこの家を売るとか家を貸したいっていう時に、この市がやっている空き家空き地バンクにつなげていこうという、まずイメージが湧かないっていうことがあります。家を売りたい貸したいっていう方はね、どうしてもまず最初に不動産会社に物件を流してしまうということ、それにね、以前もお話ししましたが、空き家があったとしても、いつか誰かが使うだろうということで残しているとか、物置として、ね、活用している、そういったことも考えられます。そういったことからもね、この空き家空き地バンクになかなかこう流通する物件が登録されてこないっていうのも、ね、一つ大きな問題となっているんです。ただ空き家の所有者っていうのね、いろいろと悩みを抱えているかと思います。台風とか来た時に空き家大丈夫かななどね、空き家を持っているからこそある悩みもあるかと思います。こういった空き家所有者が抱える問題を洗い出して、その悩みにフォーカスをしていくことで空き家の再利用につながっていくのではないかと思います。まず相談するハードルを下げること、相談窓口を充実させることで、この空き家空き地バンクはさらなる活用につながっていくのではないかと考えます。こういった問題点は、市の方に提案をしていきたいと思います。最後まとめになります。今日はですね、この空き家の活用についてお話をさせていただきました。海外では中古住宅っていうのが当たり前で、6割から8割の方が中古住宅を購入して活用しています。ただこれ日本で考えると9割近くが新築ということになるんですね。今後の人口減少を考えたら空き家問題は避けて通れないと思いますし、これから空き家はどんどん増えていくということになると思います。ですので空き家の利活用、空き家の利用価値を高める必要は今後ますます高まっていくことかと思います。ですから空き家をお持ちの方でお困りの方はぜひ早めに行政へ相談をしていただければと思います。空き家をね、今後使う予定だったとしても今使ってなければ賃貸でも結構ですので、空き家を市場に出していただければと思います。日本人にはもったいない精神ってあると言われておりますが、空き家とか中古品に関しては価値があるうちにリユースすることで新たな価値を生み出すことになります。空き家を物置にして、どんどん価値を下げてしまうのか、それとも誰かに使ってもらって、改修改善をすることで、新たな価値を生み出すのか、
皆さんの思い次第かと思いますので、改めて空き家空き地について考えるきっかけにしていただければと思います。今日はこれまでとなります。ありがとうございました。四日市クイズ問題だな。四日市のすべての水道管の長さを合わせるとどれくらいの長さでしょう。1約 400km、 2約 1000km、 3約 2100km、 4約 10000km。 答えは次の動画でね。雷が鳴ってる怖い。バイバイキー。